さあそれではやっていきましょう。8月の5日コメントの方を見させてもらったら、なんだっけ、花のね蜜を吸うっていう人がいっぱいいたのでとても嬉しかった共感してくれる人がいるんですね。あと花の蜜と、あとなんだっけな、もう一個共感、あ、さあ、絵描き歌をね共感してくれる人がたくさんいたようでとても嬉しかったです。あとあのツイッターの方でね、あのリプライがいっぱい、あのトウモロコシの天ぷらのリプライがいっぱいいきますありがとうじゃあいただきます。いただきます。朝ごはんなんだなんだ、すごいヘルシーそうな朝ごはんだけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ゆうちゃん、今晩サギの里の会合に出るんでしょ。うん、何やらホタルの幼虫が月夜の以外の沢でも繁殖するようにもうちょっと考えて農薬を使おうという趣旨の集まりらしいよ。へえ。晩ご飯を食べてそれから行くとしよう。ホタルの幼虫って。ああ、ホタルには幼虫の時期を川の中で過ごす種類があるんだ。うん、川の中の巻貝を食べて大きくなるんだよ。え、そうそう、おじさん今晩留守にするけど。肉食なんだ。危ないからホタル沢行っちゃいけないよ。うん、分かったよおじちゃん。行こう。それが夜のホタル沢へ行くたった一度のチャンスだった行けっていうことかな。ホタルって肉食なんだな、知らなかったな。さて今日は前の日におじちゃんに何だっけ、蜂の巣を釣り竿でつついちゃダメだよみたいなことをね念をされたので、まあそれをやりに行こうかなと思います。おお、おばちゃんがいる。あ、朝の水やり忘れないし。そろそろお母さんのこと恋しいでしょう。ホームシックになってないかな。ホームシックって、あのね、例えば今までずっとボクくんのそばにいたボクくんの大好きな人が今は周りにいないでしょ。ボクくんのお父さんも母さんもね。するとなんとなく悲しかったり寂しかったりして来ない。なんで、あれ寂しくないんだ。うん、なんだ、ボクくんってずいぶん大人なんだね。うん、でも僕ホームシックの意味が分かったらホームシックになってみたくなったよ。そう、じゃ頑張ってね頑張るってどういうことだ。2回話しかけてみるか。おばちゃんね、うん、若い頃東京に出てきてすぐにホームシックになったんだ。へえ。おばちゃんは写真家の助手をやってたんだよね。さて水やり、これもダメかな、一日忘れちったしない。ティー、蹴っ飛ばして水出すけど止めるときは手で止めるんだよ。これが謎だけど。で今調べちゃんがそこにいたんで調べちゃんに話しかけてみましょう。いた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 。今日は占い地蔵をやってみた。あ、まだやってないや。大吉が出るまで頑張って何度も何度もやったら、いくら運の悪いあんたでも今後の人生ちょっとは良くなるかもね。でもそうするとお地蔵様を何度も殴らなきゃいけないじゃないか。あんたが私に殴られるよりはマシでしょ超絶理論でわけがわかんない。今日も働きありたちはせっせせっせと頑張って働いているのね。美しいわなんでちょっとませてるんだ調べちゃんは。でもなんか最初の頃と比べると多少調べちゃんとの心の距離も縮まったかなとは思うけどね。で、あとおじいちゃん、こう見るとおじさんがいないように見、あ、いたいた、ちゃんと真ん中の下にいるわおじちゃん。あ、おじちゃんの前に飛行機のプラモ。うん、おじさんちの子がまだちっちゃかった時に飛行機が大好きだったんだ。うん、それでおばちゃんが一生懸命組み立てたのさ。おじちゃんは作れないのおじさんも作れるし作るのは好きだけど、こういうことはだいたいおばちゃんの担当なんだ。へえ。じゃあおじちゃんの子、男の子のことを言ってるのかなと思ったけど違うのかな。調べちゃんと萌えちゃんと二人。やっぱ兄貴くんがさ、コメントでも何件かあったんだけど若干幽霊っぽい感じはするよね。ついに幽霊の女の子いたし。おじちゃんは二人見たことある？うん、それに昔はそこら中で見られたからね。なるほどね。ちょっと兄貴くんが怪しいんだよな。ちっちゃい頃、おじちゃんの子供がちっちゃい頃って言ったもんね。まさかありえるか。
で今日やることは蜂の巣を釣り竿でつつくっていうのをやってみたい。できるかどうかわかんないけど、まあ夜はね、夜ここに来よう。おそらくここにはホタルがすごいいっぱいいるんでしょう。この先が行き止まりだからこっちへ行こう。あれ、兄貴くんがいないな。まあいいか、じゃあこっちへ行こう。で、秘密基地にまた行ってみようかな。なんか悪ガキどもが合わないんだね。もうだって8月の5日ですよ、皆さん。5日、宿題やってるか、みんな。宿題1個やってみなさい。1個、皆さん今これを見ながら。意外に1個やるとスラスラと進んだりするもんね。まあ、これを見ながら聞きながらでもいいんでね、やってみてください。きっと何か後で撮っとくとね、赤髪の友さんは8月の後半に宿題を邪魔するライブとかってやりかねないから気をつけてください。でこっち行くとなんだ、悪ガキたちがいないんだな。あ、覗き魔。今日も暑いね。何しているの？のぞき。もともとこの辺りの野山は先生にとって思い出深い場所なんだ。へえ。だから時間ができるとここに来ていろんなものを見ているんだよ。さて、今日も何か質問があるかな？一日一個なんだ。ああ、蜂の巣が怖くて先へ進めない。珍しい昆虫が見つかる場所。上手な絵日記の書き方。ああ、蜂の巣が先に怖くて先に。何だ？それは大変だな。助けてくれるかな。何か長いものでつついてみたらどうだろう。うん。例えば釣り竿とか。じゃあ釣り竿で合ってるんだな。なるほどね。いろいろ教えてくれるんだこの教頭先生は。でも危ないから釣り竿でつつくのは1日1回だけにしておくんだ。1日1回はやっていいんだ。それだと1日1回はつついていいっていうことになっちゃうけど。これこの角度いいよね。これほら、入道雲とさ、ひまわりと、あと水と、水場に弱い赤髪の友さんって感じ。あ、魚がいる。じゃあちょっと魚釣りもちょっとやってみようかな。ここで丸押せば勝手に魚釣り始める。よいしょ。でもう実際にリアル魚が近づいてきてないね、来ないね。まあ、今魚2匹いるから近づいてくるかな。僕くん飽きてるし。あ、左の魚近づいてきた気がするぞ。あ、来ない。どっちだ？上の魚か下の魚か。あ、下の魚っぽいな。来てないか、近づいて。あ、ヒットした今。嘘？今ヒットした？え、じゃない、その魚、リアル魚の意味がわかんないけど、その魚が近づいてくるとか関係ないのかな。上のヒットマーク見逃さないようにした方がいいか。え、魚はまだ遠いでしょ？遠いでしょ？あ、近づいてきた。ここら辺か？上の画面出てこないよ。え？ヤマメが釣れたんだよね。あ、あくびしてる。さっき上にヒットマークチラッと出たような気がしたけど。魚が近づいてこないですね。近づいてこなくてもヒットってなるのかな？あ、来た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 。来るか、ヒットマーク。あ、出ない。あ、来た！ヒット！釣れたー。ヤマメ 20.7cm。 ちっちゃいな。いいや、もう。でもやっぱ1だからちょっとボリューム的な感じだ。234、今までやってきた作品にはちょっと踊る感じかな。これで戻んなきゃか。釣りしてきた感じだな、こっち行くのは。あと、あの木をね、なんか倒すみたいな話が持ち上がってますけど、本当に倒すのかな。この音がいいよね。ニコねえ、これなんかやっぱみんなやるんだね。花の蜜をちょっと吸うって。やったことない人もういんのかなと思ったけど、結構な人が共感をしてくれて嬉しかった。あ、なんでしょう。一発。なんだ、トンボ？蝶々だった今。あ、夏アカネ。え、秋アカネじゃなくて夏に飛ぶ赤いやつ、夏アカネって言うんだ。あ、イベントが起きた。
え、なんだ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 、スイカ畑、スイカ泥棒か。スイカ泥棒はいかにも腕っぷしの強そうな地元の子供だった。悪ガキか。そして私のいつもの癖が始まった。何？あ、しゃっくり。誰かいるのか。あれれか、この声。もうダメだ、そう思った時。なんだ、遠吠え。犬の遠吠え。まさかここでイベントが発動するとは。これがてっぺん山っていうサブタイトルが、ムシムシ博士とてっぺん山の謎って感じ。山犬でも降りてきたか。あれれじゃん、この声は。おう、そのおたけびはどこか遠く深い山々の奥の方から、夏の里山の騒々しさとはまるで不釣り合いに、寂しくそして悲しく響いた。助けてもらったのかな。チェックしてみるか、あいつがいたところ。何にもないか。あいつこっち行ったな。で、お地蔵様の占い。ポン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 。お、中吉やった。何がやったのか分かんないけど。で、こっちに蜂の巣があるんだよね。あったあったあった。これを釣り竿でつつくのが今日のイベント。てん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 。さあどうする。え、わー、釣り竿でつつかないの。あ、長いもの持っていく。あ、違う。あ、これで丸ごせばいいのか。お、近いな、近いな、僕くん。落とすのか。うわっ、うわ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 、逃げろ。その大きな蜂の巣はぐらぐらと揺れて、うん、あと数回竿でつつくだけで地面に落とせそうな感じだった。うん、あ、一日一回っていうことはそういうことか。近づかない方がいいと。なるほどね、そういうことか。あと数日、一日一回かけて落とすっていう感じね。どうしよう、時間がわかんないんだよな。あとやることと言ったら、その悪ガキ秘密基地に行ってみるか。どっちからが近いんだ。こっちからかな。ちょっと自信ないな。あー、夕方になっちゃった。秘密基地行きたい。あー、鳥じゃない、蝶々。やった、紫色の蝶々ゲット。蝶トンボ。へえ、こんな綺麗なトンボいんの。これめちゃくちゃ綺麗じゃない。最近ね、あのね、青い色にちょっとハマってるんですよね。あれ、待って、秘密基地こっちだ、間違えた。こっちだ、こっち。もう夕方だな。こういうピンク色、薄紫色の空も綺麗だよね。日暮らしの声が似合う。誰もいねけど、あれかな、スイカ泥棒の皮とか落ちてるかな、スイカの。あ、落ちてんな。あー、手がかりないか。ここに来ればなんかあるかなと思ったけど、何にもないか。じゃあ左行くかな。でもうそろそろおじちゃんに捕まるだろう、これ。この景色いいですね。ひまわりだ。みんなあれ？夏休みずっと家の中で過ごしてない？ちゃんと外出歩いてますか？ひまわりちゃんと見てる？外で。この間ポケモン GO のね、撮影に、あの森の中に行ってきたんだけど、ひまわりが咲いてて、夏を感じられたよ。ポケモン GO はあれちょうどいいね。なんか外に出る理由になるし。まあ歩きスマホとかにちょっと危ないっていうのも話題にはなってるけど、まあルール守ってやれば、とてもいいツールにはなるかな。面白いよね。さあ、じゃあちょっとニューマークを無視して、夕方、家帰ってみっか。あ、捕まったかな。あー、捕まっちゃった。はい、今日の遊び時間は終了。
もう晩御飯ができています。はい、まあ、だいぶ探検できたんじゃないかな。あの蜂の巣触れたのは大きかったか。いただきます。いただきます。いただきます。なんだ今日のご飯は。焼き鳥、なんか白い串状のものが見えたような。なんだろう、気になるけど夜がな、やることないんだよな。あ、でも今日は夜やることがある。あ、おじいちゃん出かけた。あ、おばちゃんもか。あ、おばちゃんはいるのか。車の中に萌えのブカブカジャージがあったから冷え込んだら着るってお父さん言ってたよ。じゃなくてお父さんが無理に着たからブカブカになったのよ。調べのもお父さん着られるかな。クスクス笑ってる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。で、これがホタルを見に行くチャンス。お母さんなら多分着られるよ。半ズボンになっちゃうけどね。じゃあ出かけてからお風呂に入ってくるかな。よし、じゃあ僕くん行こう。秘密の任務だ。今日の晩ご飯はなんだ。今日の晩ご飯はお刺身、煮ひじき、天ぷらと純和風で揃えてみました。あ、天ぷらか。昨日は中華だったもんな。天ぷらだったのか、あれ。エビの今日の晩ご飯は串に見えたのは。あとは調べちゃんに話をおっとかけてと。あれ、またお腹空いちゃったな。ねえ、ちび娘は。あ、それ禁止だってば。じゃあ学校で身長順に並ぶとき前から何番目。はい、コク悪かったわね。一等賞よチビなんて呼んだら許さないからね。調べは将来ビッグになるんだから。えへへへへへと。あ、でもだいぶ仲良くなったんじゃない、調べちゃんと。これはいい傾向ですね。じゃあでは行ってみましょうか。いいね。ホタルだってさ、ホタルなんて生で見てないな最近。あれ、待って、どっちからいたっけ。こっちか。あ、違う、ちょっと待って。あれだ、カチくんのところから行ったんだよね。で、こう行って、こっちか。お、危ない。道に迷うところだ。だんだんね、道も覚えてきました。こっちに、あの、牛さんとニワトリがいるんだ。で、そこを左に入っていけば。そうだ、こっち。で、これを右に行くと。あ、覚えてきた。で、ここは、おじちゃんの、なんだ、いないから、先へ進めるようになると。今結構画面切り替わってるから時間がだいぶ進んでるだろうな。よし、来れたぞ。夜のこっち初めて来た。これはイベントが、あ、夜はここしまわれちゃってるんだ。ここ登れないようになってるんだね。さあ、ここでイベントか。おお、綺麗だね。これ捕まえるもんでもないと思うけどな。こうやって見てるのが一番綺麗だと思うけど、ホタルは。なんでしょう。一応まあニューマーク出たから。源氏か平家ボタル。あ、音楽がいい。音楽がいいね。おお、先まだ進めるんだ。で、行き止まりだよね、この先は。わあ、すごい綺麗だな。わあ、すげえゲームの中でもちょっと感動しちゃった。で、ここで丸ボタンは何も反応しない感じだね。すごいね。もうちょっと実際のホタルってなんだろう、蛍光色だよね。わあ、綺麗。みんなリアルホタル見たことあるかな。本当に水が綺麗じゃないと、
来ないんだよね、ホタルは。そうだよね。なかなか見る場所もね、最近では減ってると思うけども。わざわざ見に行くっていうのもまたいいね。じゃあ家に帰ろう。でもおじちゃんが、あれかな、そろそろお休みなさい、しなさいって今日言わないんだろう。じゃあおばちゃんになるのかな。2からはいつもおばちゃんだけどね。あ、ここで眠って、なんだろう。僕くん。あ。絵日記書いて、お休みなさい、しましょ。おじちゃん帰ってくるんだ。うん、おじちゃん、お休みなさい。じゃあどっち書くのかな。スイカ泥棒書くか、あ、蜂の巣書くか、あとホタル書くか、か。どっち書くかな。はい。あ、ホタルか、やっぱり。すごいな、なんか。ホタル、そんな感じに書くのね。せっかく捕まえたから、リアルなホタルじゃなくて、こう、光ってる方のホタルね。おじさんが留守だったので、家を抜け出してホタル狩り。お尻が光ってもやけどしない。なるほど。ではでは、8月5日、こんな感じで終わりたいと思います。明日は8月6日、土曜日だね。では明日もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ。下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録・再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。